番嬉しい瞬間を教えてください。フランスパンが焼き上げた時は、スープがパリッと割れた時とか、ペストリーとか焼けた時、層が出来上がった時は嬉しいです。シェフにとってパン作りとは何ですか？これしかない。よし、今日も一日頑張ろう。ありがとうございました。
客様に一番おすすめしたい商品は何でしょう。フランスパンです。フランスパンのどういうところをおすすめですか。フランスパンを生地を一晩熟成させて小麦粉の旨味を最大限に出して、このフランスパンを当店一番の石窯で高温でパリッと焼いたら大丈夫です。まあ、この辺が他店と差別化できる。そう、どこも負けないです。パンをやっていて良かったなと思う時はいつですか。お客様の笑顔。今後山口でチャレンジしてみたいことは何ですか。ハード系のパンとかを美味しく食べる食べ方をどんどん提供していきたいと思います。シェフの人生の楽園とは。将来の夢教えてください。歩けなくなるまでパン焼きたい。
しいですか？パンを作っていて一番嬉しい瞬間を教えてください。フランスパンとかのクーペか。シェフの将来の夢を教えてください。あら帽子が白いのは何でですか？それはあのパン作りに奮闘した、勲章でございますね。粉を被りながら必死で作ってる。これがプロフェッショナル。これぞ。ベーコンを置いてます。乗せちゃいます。慣れてますね。どこかでやられてたんですか？昔のことなんで、はい、ベーコン乗せるの慣れてるとかですね、あれでできるでしょ。はい、ベーコンを乗せました。これからオーブンの方へ参ります。はい、はい、お願いします。これでスチームをかけて14分。はい、以上、ベシャメルソース14分後に完成です。ええの？ええとこ、弟さんに持っていかれよるよ。一番ええとこ喋っとる。向こうの方で喋ってました。